これしこれです。今回ですけども、前回開封しましたこちらの店長のお店に置いてあるパック全種類1パックずつです、これ。79パック。2万円分くらい。これの査定をしてもらいたいなというふうに思います。店長、どうですか？出た率で言うならば、はい、いいです。よかった。引きは強かった。だいぶ強かった。どうですか？引きは強かったと思う。ただ、最初にも言うたよ。はいはい。結構古いパックが走ってるから、まあ、そうなんですよね。値段がちょっとつくのかっていうようなカードもあったんで、まずは、はいはい、ゾウムゾウ。ああ多いな、結構多いな。はいはい、こんな感じですね。まあ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 、なんとなくわかりました。まあ、しゃあないね、これは。今回一番安かったのが10円のやつが4枚ある。10円あるんですか。あー、信長。え、信長に、あ、こいつも、あ、こいつもない。マジで組がほとんどそこに来ちゃったんですよね。なるほどね、信長もこうか。10円組と40円組、うん、次20円組がなんと両方指を、ほう、この2つ。ああ、これね、うん、ああ、はいはいはい。残念ながらその2つも結構古いパックで、はい、新しいやつが2種類ほどあったんやけれども、はい、そっちの方で当ててほしかったな。 あ、ごめんなさい、20もう1枚おりました。ちょっと隠れてました。あ、個人中作る、うん、グラスホッパー。ほんま作る、グラスホッパーじゃん、バーバリホッパー、うん、まあ悪くないな。30円が1枚だけ。ああ、ありがたいですね。うん、これは目見ていただいて分かると。はい、アンジュベルジュ。アンジュベルジュ。で、自分アンジュベルジュは結構 A のヒート取ったんやけれども、はいはい、そっちの方に2、3枚ぐらいありましたよね。で、これがその中、それちょっとマシっていうぐらいです。ああ、おった。SR ですね。うん。これ30円と。30円。はいはいはい。100円ぐらい入ってほしいな。残念ながら次50円。刻んでるな。ございます。服一体買えるけどな。まず、50円組が、実はレアリティ高いのが、ゼクスとバトスピで、バトスピに関してはもうレアリティ高いやつ言うたら、はい、あれしか思い浮かばへんと思うねんけども。あー、 X やね、うん、あー、 X なんや、ここで。え、こいつ、こいつめっちゃ、それね、 SR ホロって言うて、はい、排出率はめちゃめちゃ低いんやけれども、はい、弱いね。マジでこんだけなかっこいい感じで弱いんすか。うーわ、50円かこれで。ケチが世の中変わってきたな、やっぱ。次が100円組です。100円組3枚ございます。ああ、行きやがった。ここで2枚がアンジュビエルジュ、1枚が実はちょっと意外やったんやけど、楽園ルージュ。おお、へえ。あー、こいつか。あ、まあ、デザインいいもん。あ、確かに、うん、はい。で、アンジュビエルジュがこの差ですね。まあ、SR 結構高いですね、アンジュビエルジュは。高いな、うん、安定的にコマゴマとつくんやけれども、はい、めっちゃく高いやつって逆に少ない。あ、一発だ、うん、なるほどなるほど。次が150円組です。あー、もうここから一等しかない気。バディファイトが1枚とウィクロスがついてきます。ウィクロス、ウィクロス、ウィクロスがついてきます。あー、ウィクロス、これつくんや、そんなに。へえ、150円これ SR で。これこれそんなつくんや、これこんなつくんやな、確かに。ガチレアやけど普通の。でも究極ぐらいは俺自慢しとった今思ったら。あー、そうや、それで出てへんから、出てへん、出てへん。次が各一種類ずつやね、はい、アンジュベルジュ、ファイアエンブレム、バーディファイト、バーディファイト、この3枚が200円。200円。おお、これがバーディ200円ね、はいはいはい。あー、こいつか。え、レオン、レオン来てもだか。でもまだもう一人来てないな。おー、これ来てしまう。200円は究極レアやん、これもう来てもたやん。でもまだファイアエンブレム1枚残っとるな。と2枚じゃん。あと2枚やよ。おー、2枚、2枚やな。次からが全部単発系です。おっしゃ、よし、いいよ。まず、はい、300円。300円、もっといってほしかったな。で、これウィクロスやねんけれども、はい、あと何が残っとったね、記憶は。ウィクロス何が残っとるか。今 SR でもそっちにとったやんか。はいはいはい、何も残ってないイメージですよね。やろ、はい、実はコモンなんですよ。おコモンで300円。コモンなんだけど、はい、パラレルでこれ300円つきます。これが、うん、シクラメン。これ300円。ウィークロスに関しては前も言うた通り、特定のカードのパラレルを当てようとしたら、はいはいはい、めちゃめちゃしんどいんで。これ3枚目だと思ったら結構だりそうね。4枚か。マックス。あ、4枚か。なるほど。予想外の不平やな、これ。不平やな。で、次、お、え、残りが残り2枚です。ファイアエム安い方、こちらがアイブの刀剣セレナ。アイブ、アイボか。いや、アイブおしまいで、スカッとしといて、そこは完全ですね。アイブの剣士って意味わからへんからね。これが500円。あ、500円。ファイブでもやっぱ高いな、なんか普通に。正直言うと、はい、ユーザー数は多分今日向いてもらったカードゲームの中では少ない方やと。ただ、自分もファイアエンブレム知ってるって言ってる通り、はいはいはい、コアのファンがすごくいるんですよ、まあ、これちなみに SR 違いっていうのがあったんですよ、うん、これは SR 違いではないですか。それではなかった。あ、 SR 違いはもっと違うんですよ、うん、若干、うん、サインもあるんだよ、ファイアエンブレム一応ある。わ、
サインやばいから多分、うん、欲しかったな、欲しかったな。サインとかは始まった時に買い取った時は、はい、アイスのサインとかマジっすか5000円とかもっとしてた9000円なんで、ああでワンパンあるんやな。次エリンシア、エリンシア、これが一気に値段切って、マジっすか、うわ1000円です。おお一気にマジか。これ、まあ、かっこいいけど、確かにファイヤーエンブレムに関してはすごい質良かった。確かに確かに1500円だってこれ200円だから700円やからな、3パックで。だから元ファイヤーエンブレムに関しては自分元取ってんの。やばいな、やばいな。ファイヤーエンブレム、ファイヤーエンブレムやろう、全部出たもん。やろう、ちょっとかっこいいよデザインかっこいい、やっぱり好きやもんファイヤーエンブレム。だって俺でもめっちゃ昔からやったからな。そうやな、トラキアとかあの辺からもう聖戦の王様の謎とかもうあとあの普通にマルスの時代か、マルスの時代かも全部やってたもん、ほとんど。俺も相当やってるよ。いやー、なんと言っても俺はね、サジマジバーツの見分けがつくぐらいの男や。いやー、マジっすか。僕なんかもうあの最初ジェイガーを絶対に殺す男やせめて使い回してあげてもらえるジェイガー絶対ジェイガー絶対金のやり取り上げとったやろお前銀のやったりあげてジェイガーも真っ先にこそとかなんでさて、まあ、まあ1枚忘れてませんサインですね。もうダントツでパーンっていくんちゃう。いやサインやからな。これだから疑問なのが、なんで周り光ってないんだっていう。でこれレアリティに SR って書いてあるんです。 SR のサインなんか過去あったかなっていう。結果を言う前に書いてある字をよく読んでほしい。書いてある字、コーデリア・グラウカ。うん、その声優さんの名前とかじゃないと思う。で声優のこれやん。あ、そうかそうか、うん。さて、それでは書いてる金額やしていただきます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと色をつけておきました。何色ですか。何色やなぁ、ショコラ。うわぁ、好きなへん色。50円買取金額。なんか若干おねだったな、うん、言い方が。通常やったら30円とか20円の世界です。なんなんすかこれ。じゃあ正直言うとキャラクターサインってやつやろな。声優さんじゃなくて、はい、そのキャラクターが書いてるサインみたいなものが出る時があるんですよ。へぇ、だと思う。ほんまはその声優さんが書いたやつもあるってことですか。その上のもちろんあります。ただこの段の SP あんまり高くないね。あ、どっちしろ高ないですか。この段は高くない。たまに、もうちょっとまともな値段のつくミルキーホームズがあるんですけれども、はい、この段はそこまで強くなかったのかな。ダブルレアでまともな値段ついてるのって1枚だけやん。あとは基本的にほとんどが10円ついたらええ方かな。マジか。合計金額、はい、行ってみたいと思います。うぞうむぞを除いて、はい、3200と30円でございます。3000円、10分の1ちょっと上回って。ファイヤーエンブレムももう5割締めとか、半分締めとかな。3パックで半分締めたから76パック何しよったんやねん。76パックの意味のなさすごかったな。総評で言うんやったらば、意外と引きは悪くなかったんやけれども、はい、結局のところ、まあまあ、古いやつが足を引っ張っちゃったみたいな感じで、うん、まあ、そうですね。いやでも今回いろんなカードゲーム知れたんで、そういう意味では面白かったですね。普段あんま引かないやつが、うん、まああるじゃないですか。正直アンジュビールズとかやってないし、はいはいはい、でドラクエロジックとか存在も今認識してなかった。ドレッドノートもありましたもんね。ドレッドノートどこ行ったんだこんなん入ったんだ。うどんにすら入らずに、うん、そうやな。まあ世の中いろんなカードがあるっていうこと。いやそうですね、勉強になったね。ヒカルくんファイアンブレム始めると増えるんじゃん。ちょっとかっこいいもんな。かっこいいわ普通に。いやこれは確かに デザインめっちゃいい、ね、めっちゃいい。ファイアンブレムやりてえな。他の台やったらゲームボーイアドバンス版のやつがセイマだけ出てないか、はい、あーセイマ欲しい、はい、うん、あれ以外のキャラクターいたはず。ほーユットとか、まあ、ロイとかいるんですけど、ロイとか確かいたはずや。なるほどなるほど。店長一番誰が好きなキャラクター聞いたら、サジマジバーツ推しやねんけどな。でもな、ね、強いっていう印象やったのが、はい、オグマかな。あーかっこいい。オグマがナバールですね。そうそう、僕マリクですね。あーマリク、エクスカリバーの序盤の最強すぎる、ちょっとチート武器みたいな。回数制限あるけど、そうですね、回数制限あるやたら強いって懐かしいな。ファイアンブレム店長とファイアンブレムやりたいな。やファイアブレムファイアブレム実況店長のやっぱ力系やつね。ちょっとご了承したんすか。速さやわ速さよけられるしやな。思うんやろあのゲームは。確かにまあね、速いやつ有利なゲームですからねあれ。僕はまあでもモーションで言ったらドーガーとかも結構してましたけどね。ドーガーってあのだってあれドーガー絶対育てるだけ。いやもう結構強いジェネラルにしてね。グラディウス最終ステージで使えるのあいつだけやもん店長も結構知っとるねやばいな。このカードゲームもちょっと
また開封だけでもやってみたいと思うんですね。もう懐かしいんでね。懐かしい。まあこの辺俺分かんないです。レオンとか俺知ってるんで。知ったな。一番最近のやつ。最近のやつ。兄弟のやつだね。確かに。なんか多分最近 の, あのバージョン違いで光タイムのやつだった、うん、やつだから。そう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 。エリーシアとかセーナとかちょっと分からんんだけど俺は。まあそれはゲームキューブとか64とか。ああ。ああ64とか分からん。64ってやな。ゲームキューブやったけど赤月のなっちゃうみたいな。アイクやろ。うん、アイク。あの一度目だと店長のキラスもやってみたいな一回めっちゃむずいやつや。まだそれをあれ Wii U でなんか販売されてるんだ。あ、そうです、うん、あのバーチャコンソールでもう一回できる、うん、あれめっちゃ評価高いもんな、うん、そういうのもちょっとやれたらやってみたいですね。はい、というわけでとりあえず今回は店長これ寄付で ありがとうございます。というわけで今回は査定ねしたんですけど、元取るのはむずいですね。難しいな。一発当てないとサインとか本当にヤバいやつ当てないと多分厳しいんで、うん、まあでもこの調査結構面白かったんで定期的にまた、やってみようかなというふうには思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。臭い企画やったわ。